の午後5時15分現在の広域情報をお知らせします。はじめに東関東道上り線の情報です。工事のため板子インターの先で第一走行車線が規制されています。次に工事のため佐原香取インター付近で第一走行車線が規制されています。続いて下り線の情報です。八津船橋インター付近を先頭に1キロほど交通集中により渋滞しています。引き続き京葉道路及び立山道上り線の情報です。花輪インターを先頭に幕張インターまで4キロほど交通集中により渋滞しています。続いて下り線の情報です。船橋料金所付近を先頭に2キロほど交通集中により渋滞しています。引き続き東京湾アクアライン上り線の情報です。事故のため午後3時55分より川崎浮島ジャンクションから湾岸線空港中央までの区間で通行止めになっています。次に川崎浮島ジャンクションを先頭にアクアトンネルまで9キロほど交通集中により渋滞しています。また川崎浮島ジャンクションから湾岸線湾岸環八までの区間で事故が発生しています。続いて工事による通行止めのお知らせです。11月29日から12月2日毎晩21時から翌朝5時まで銚子連絡道路上下線横芝光インターから松尾横芝インターおよび圏央道両方向松尾横芝インターから茂原長南インターの間で通行止めを行います。